2021年は水不足で海水が河川の奥地まで浸透し、水道水が塩辛くなる現象が発生したニュースを覚えていますか？そしてさらに驚くことが、なんと封を開けていない飲料水のボトル内に魚が泳いでいたという珍事件が発生。その衝撃の映像がこちら。น้ำยังไม่แกะเลยนะครับดูอะไรในถังนะครับเซนล่ะดูครับตัวอะไรครับตัวอะไรนะครับไอ้ปลาหมัดมีปลาหมัดด้วยหมู่แปดบรรทลาดนะครับนี่製造許可を取っていない水業者が摘発され大々的にニュースにもなりました。ということでタイの水事情を調査して。わお、アメイジングタイラン。ボトルの中に魚ってまさかですね。トマちゃんは水どうするの？私はお水を毎日コンビニで買って運んでちゃんと家まで持って帰ってます。大変だね。え、めちゃくちゃ大変ですよ。じゃあ今日は水のプロにタイの水事情を聞いてみたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、早速ですがこちらですね。バンコクの浄水器で口コミナンバーワン。今日はポルカドッツさんにお邪魔します。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。早速なんですけど、はい、そもそもタイのお水って日本のお水とどう違うんですか？はい、基本的にタイの、お水っていうのは飲まない方がいいと思われます。はい、タイの水道局で作られているお水っていうのは世界保健機構 WHO では基準を満たしてはいるんですけれども、そのお水を運ぶ過程のインフラの部分でですね、老朽化であったりとかっていった問題で、ご自宅に届けられる水道水っていうのは、はい、ちょっと匂いがあったりとか汚れているお水になってしまってます。そうなんです。はい、ただ、水道水で歯磨きとかしていただく分には全く問題はございません。はい、そうなんですね。はい、タイの水道水っていうのは硬水で、はい、日本の水道水っていうのは軟水なんですね。で、タイに来られたばっかりの方とかよく言われるのが、シャワーを浴びることによって髪の毛がパサパサしてしまったりとかします、はい、ありますね。はい、でその原因が硬水に含まれているミネラルとシャンプーなどの石鹸成分が混ざり合うことによって起こってしまいます。そうなんですね。はい、私もタイでシャワー浴びてめちゃくちゃ髪の毛パサパサになったので最近切っちゃったんですよ。はいだから切ったんだ。え、そう、それですよ。それありますよ。日本人の方が飲むお水っていうのは軟水が適しています。はい、ただ軟水だからといって全てのお水が飲めるわけではなくて、体に害のある不純物を取り除いた、軟水を飲んでいただくことをお勧めしています。あ、そうなんですね。はい、で、浄水器っていうのはですね、そういった不純物をほとんど取ることができますので、はい、純水で軟水のお水ができますので、市販で売っているお水がご家庭で簡単に作れるっていう感じですね。あ、そうなんですね。はい、いや、私いつもコンビニのお水買ってるんですけど、はい、それとも同じものなんですか？もちろんです。全く同じお水になります。弊社の浄水器で作られるお水っていうのは生まれたての赤ちゃんでも飲めるお水になってます。あ、そうなんですね。はい、そうなんです。もしよかったら飲んでみますか？あ、何ですかね、スッて入ってくる感じがします。あ、美味しい。よくお客さんからもそういう風に言っていただきますね。なんかコンビニのお水をずっと飲んでるんですけど、はい、やっぱりなんかこっちの方が気持ち美味しい感じがしますよ。こだわりのある飲食店さんとかでも浄水器っていうのをつけていただいてますね。はい、あ、そうなんですね。はい、やっぱりお水って料理では大事ですね。そうですね。ちなみに浄水器ってどうやって取り付けをするんですか？はい、あ、もしよろしかったら、はい、これからですねお客様のご自宅に浄水器の交換がありますんで、はい、一緒に行ってみますか？あ、いいですか。ぷくぽチャンネル。おはようございます。こんにちは。よろしくお願いします。すいません、本日は新型機種に変更させていただきます。お時間30分ほどいただきますので、はい、よろしくお願いいたします。そうですね、まあちょっとこの見ての通り、この大きいこの鍋とかを収納する場所があんまりなくてですね、このまあタンクが小さくなるっていうのと、これ収納が増えるのがありがたいなって思ったのと、やっぱ水をいっぱいたくさん使っちゃうとタンクの中の水がなくなっちゃって足りなくなることがあるので、これはそういうことがないって聞いたので変えようと思いました。今までっていうのはですね、こういった風にフィルターがもう
表に出ていてですね、奥にですねタンクがついているんです。でそのタンクのお水の、溜まってる分でしか使っていただけなかったんですけど、仕方っていうのはもうそういったものがなくストレスフリーで使っていただけるものになります。いつもはこうお一人で。そうですね、2人で来て1人で作業するって感じですね。じゃあ営業さんもこの話ついてらっしゃって、はい、技術者が1人ついてる。はい、そうですね。フライパンも1つ1つこの辺整理ちょっと使わせてもらいます、すいません。そのちょっと私実は他社から乗り換えたんですけど、わお爆弾発言時間にもちゃんと遅れず来てくれるので、あの私がいなくてメイドさんだけだったりとか、そういう時もあの安心してお願いできます。トラブルがあった時とか、そのすぐにあの LINE が日本語でお願いできて話せるので、すぐに相談して乗ってもらったりとか、あの返信もすぐ来ますし、とっても安心です。だそうですけど、スタッフさん。はい、嬉しいです。ありがとうございます。スタッフさんのなんかこう教育というか、そういった部分がすごい丁寧だなって、はい、今日ちょっと見ただけでも感じたんですけど、はい、なんか秘密はあるんですか？そっちの方はまあ企業秘密なんですけど。そこ企業秘密ですか？まあ、基本的には日本のサービスをそのまま海外でも受けていただけるっていうのを元にやってます。そうですよね。なんか日本人でも全然サービス受けてて、すごい安心感がありますし。でスタッフさんの育て方はどんな感じですか？2回目ダメなんですね。やっぱりどうしても機種っていうのは他社さんとそんな変わらないんですね。逆浸透膜っていう浄水器であれば作られる水も同じなので、そこでの企業の差別化っていうのは難しいんです。なので弊社の方はサービスでちょっと差別化。いいですか、お水ほとんど一緒って言っちゃって。あ、もういいですね自信あるってことですね。そうですね。水圧がこれですね。あ、そう、はい、変わらないです。そうですね、ほとんど変わらないかと。かっこよくなった。見た目もね、やっぱりシンプルで、はい、しかもこのスペースの空きがすごい。何よりもそこが嬉しいかもしれない。今11って出てるじゃないですか。こちらのタイプっても浄水された水質のみが表示されてますので、で、基本的に20以下であれば赤ちゃんが飲めます。で、今みたいに11とか10前後っていうのは純水と呼ばれるお水ですね。ナンバーは189。全然もう桁が違いますよ。まあこれ物件によったりとか季節によって違うんですけど、水の中に含まれている浮力っていうのを数字で表してくれてるんです。あ、そうなんです。はい、サーバーのお水って大体どのくらい？大体20前後だと、はい、僕は記憶してますね。水道水の、タイの水道水のお水だと180前後、はいはいはい、で、ウォーターサーバーの水だと20前後、純水ポルカノスさん の、 あの浄水器を使うと10前後まで不純物が取り除かれるという。はい、はい、そうですね。素晴らしい。もう私あの冷たいのがあんまり好きじゃないので、普通にあれをひねって直接コップに入れて飲んでます。へ、美味しいですね。美味しいです。いいな、手軽ですよね。やっぱりすぐ浄水器そのまま出してお水飲めるっていいですよね。もうイーガルクマちゃんも水を買うのいちいち見た方がいいけど。そうですよね。いや私毎回買ってるんですよ。不便じゃないですか。いやめちゃくちゃ不便お料理する、やっぱりご飯とあとまあ出汁を使うお味噌汁とか、はい、あとまあお茶紅茶とかコーヒーよく飲むので、そういった飲み物に対してやっぱ水はすごいね、あの、はい、よっては味が変わっちゃうので、うーん、ご飯とかすごい美味しく炊けますね。いいですね。ちょっと全然浄水器を使ってない身としてはちょっと味わってみたいんですけど。じゃあちょっとありますか。はい、ご飯やりましょう。すいません。そのために来たわけじゃない。それが一切ないので、もうストレスフリーです。やりたい時にそれやっていただくっていう感じですね。開けた。開けた。やばくないですか？お米めちゃくちゃツヤツヤしてますよ。美味しそう。涼しいけど食べてみたら。まあ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。お水のおかげです。お水のおかげです。ありがとう。浄水器しようかな。私も使っていました。ポルカドッツさんの浄水器。場所を取らないからすっきりしていてとても便利でした。タイの水事情はいろいろとあるので、
飲料水は必ず購入すること。一番おすすめは美味しい純水を作り出す浄水器です。生活に欠かせない水、気になる人はポルカドッツさんに問い合わせてみて、丁寧に相談に乗ってくれますよ。グッドボタンとチャンネル登録してね。